おっと、もうこんな時間か。そろそろ寝なきゃいけないと頭では分かっているが、気づいたら俺はキッチンに向かっていた。なぜなら腹が減ったからだ。こうなったらもう仕方ない。欲望に身を任せ、夜食を作っていこう。とりあえずニンニクの皮を剥く。包丁の腹で軽く潰すと剥きやすい。皮を剥いたら真っ二つにし、焦げやすい芯は取り除いておく。まあ今回結局ニンニクは焦がしていくわけだが、焦げのタイミングが変わってくるんで、おとなしくここは取っておこう。取り除いたらさらにもう半分にし、ざっくりと粗みじんや。今回はニンニクもしっかりと一つの具材として味わっていくので、気持ち大きめに切るといい。そしてネギ、これもニンニクと同じぐらいの大きさに粗みじんにしていく。縦横に十文字切りして、端からみじん切り。分量はニンニクと同量ぐらいや。あとはトッピング用の海苔も刻んでおく。器を用意したら、そこにあらかじめ具材を入れておく。こいつは業務用スーパーに売っているバラコ明太。普段は冷凍保存しておき、必要な時に必要な分だけ取り出せる便利な代物や。普通の明太子を使う時は一腹丸々皮を切って中身だけ使う。さらに顆粒だしで旨味を追加。分量は小さじ半ぐらい。もちろん白だしでもいいし、明太パスタによく使われる昆布茶でもいい。仕上げに醤油を数滴。塩分は十分あるので、こいつは香り付け程度でいい。下準備が終わったら、うどんを茹でる用のお湯を準備しておく。よし、じゃあ余ったコンロでソース作りや。小さめの鍋にオリーブオイルを大さじ1ほど。なお、オリーブオイルは健康のために飲む人もいるらしいんで、実質カロリーゼロです。ここにニンニクとネギを入れるが、ネギの方が早く焦げるんで、ニンニクから先に入れていく。で、ふつふつと泡が出てきたぐらいでネギを投入。そしてさっと混ぜ合わせる。ネギとニンニクのいい香りが立ってきたら、少し火を強めてこいつらを焦がす。この焦げたニンニクとネギが香ばしさとパンチ力を兼ね備えた最強のトッピングになる。臆せず結構攻めていい。おし、いい感じに色づいてきた。こっから一気に焦げてくるんで、火加減には要注意や。で、理想の焦げ具合の一歩手前でバターを 20g イン。ビビらずたっぷり入れるのがポイントだ。バターを入れることで温度が下がり、これ以上焦げにくくなる。と同時にバターも溶かせて一石二鳥。そしてバターと同じタイミングでうどんもイン。1、2分もあればすぐに茹で上がる。茹で上がったらザルで湯切り。ここではそんなにしっかり水分は切らんでいい。そして熱々のうちに器に入れの。焦がしガーリックネギバターソースを上からぶっかけーの。で、めっちゃかき混ぜーの。最初は油っぽく見えるが、かき混ぜてるうちにうどんの水分とバターが乳化し、とろっとクリーミーになってくる。よし、これぐらいもったりしてきたらええ感じ。ここに刻み海苔をトッピングしたら完成や。焦がしガリネギ明太バターうどん。いただきます。やばいやばいやばすぎる。これは人をダメにするやつや。明太バターだけでもうまいのに、そこに焦がしたニンニクとネギの香ばしさとパンチ力が加わり、とんでもなくやばい一皿になっている。こいつは寝る前に食うにしては血と刺激が強すぎるかもしれん。この力強いソースはパスタにしてもうまいだろうが、やはり太いうどんがよく合う。これマジでツルトンタンの新メニューに加わったとしても何ら不思議じゃないレベルの中毒性。なお、カロリーが高いとかヘルシーなものを作れとか、その類の苦情は一切受け付けません。
もはやこの時間に飯を食ってる時点でお前の負け。そんな生ぬるいことを言うのはナンセンスだ。夜食とは欲望に身を任せ、その時己の本能が欲するものをひたすら食う、無心で食う。これに尽きる。明日以降のことはまた明日考えればいいんです。ペロリと完食していく。残ったソースはパンにつけて最後まで楽しめる。ああ最高だ。また明日から頑張ろっと。お疲れ様でした。